さ、今回はこのゴーキというキャラクターも、まあ、前作から比べるとやはり難しい、うん、しかしながらその可能性が広がった、はい、まあ、やり込み甲斐のあるキャラになったとは、うん、言われておりますが、わいきなりスマッシュを打ち抜いてきた。この2人のこの組み合わせだと、はい、結構ログが勝ってるようなイメージですけどね。まあ、あのハカンをね、ハカンを出した時はまあハカン勝ちました。そうですね、はい、ゴーキに勝ってハカンが来たと。その前の時でも確かに勝ってたなと思いますね。さあ、このゴーキのお前さん、うまく差し返したインフィル裏から弱中中ユーツアド渋いコンボ、そして投げ重ねて裏から返し、しかし入れ替わった。ゴーキは突っ込んでくるか、確かに上から強靭仕切れか、逃げつなんても使って攻めを継続し続けるインフィルトレーション。さあもう体力が逆転している。アシュラを一つ見せて、ここはガードになる。しかしすかさず投げるログ、すかし下段だが、セミング、ガードが間に合う。昇竜セミ昇竜、うん、からのジャンプ台系は表か、お見事。またもや開幕ダッシュを打っていったダッシュストレート。さあ灼熱が当たって裏から林、封じはよく見えている、だが画面端になった。さあインフィルの攻めがまた継続していく。さあどうする、ここはスペースを使う。白ゲージを取った大きな台足から、裏に落ちている。昇竜赤からダブルアップ、トレイさん、お見事、インフィルトレーション。浮き攻めが弱くなったとはいえ、浮き攻め重視な立場でしたね。そうですね、これで昇竜拳赤セビと、この一発は表現できないと思うんで、はい、一旦重視の打ち切りってましたよね。竜巻は当たらず、さあロガがきっちりと目押しをつないで、さあこの序盤は体力リードした。発祥系がダッシュストレートを止めたか。うわーセミ前捨て10番大昇竜、さすが。さあインフィルトレーションのウルコンは転生怪力陣なので、今の中足足はもしかしたらになったかもしれないですね。そしてこの立ち回りで見せるアシュラ旋空も、もし突っ込んできていたら転生怪力陣を出すぞという、そんな動きにも見える。さあこれはうまくくぐっている、赤セミを投げた。さあロギとしては2ゲージ払って赤セミ出していたので、まあ、このリーチはインフィル優勢と。集中 EX 波動、さあロギはどうする、セミング崩して、ここから始まる、ダブルアップしてスタンチは確実に溜まっているが、 EX 高昇竜。さあロガさす詰めてきたが、ミラッチャンドラッキーからミスを取った、ロガ反撃ミス、これが致命傷となるか。裏にいるガードして、さあ反撃体勢を立て直せるかピアログ、セミング、しかし一応竜巻前に出るガチだし、上から来るわ、変更投げはしのいで、まだ前に出る、しかし EX 高昇竜なんかボタンアピールしてますよ。ボタンが外れたんだよ的な、押したんだよ的なやつだね。店員さん呼んでもらえるかなあれ自分のやつですもんね。自分のやつですね。ゲスじゃなかった、まあ、最後単波だったので話しちゃったみたいな感じだったね。なるほど。